キャストストタッフの皆さんです川口海二先生の原作がついに、えー、初実写化ということで,です、ねえー、このすごいキャスト、それからら素晴しししいスタッフが結集しました映画化すると聞きまして、ひ、え、る、ー、みました、えー、オファーを受けて、怖いなと思ったんです、でもあのプロデューサー、これは戦争映画ではない、平和のための映画だと。 おっしゃって、えー、その覚悟を持って出演させていただきました私はこの作品を見て自分の当たり前の生活当たり前の日常はこの方々たちが守ってくれるんだなと改めて思いました僕はこの川口海次先生のこの久保息吹を、えー、このオファーをいただく前から読んでおりましてこれを勧めてくれたのが嵐の桜井君だったんですねすごく面白い漫画があると まあ二十歳でこういう世界に入って、まさかいつか自分が総理大臣をやるとは思いもしなかったので、正直、お話をいただいたときは戸惑,戸惑いもあったんですが、こっちの、プチに立ってる男も、全く違う映画で総理大臣をやってるんで、<laughs> まさか同じ年に公開され前その話したら俺すすっごい話すよ <laughs> あ、まあ、別の映画なんでね、ちょっとにっ、九月だからね、公開。申し訳ないです。<laughs> まあ、この間、あの、親父も、の七回忌が終わったばっかりで。多分、三国も、草場の陰で。喜ぶというより、にたにたしてると思います。あなたが人生でした、最大の決断は、何でしょうか。僕はね、五十七年前。この近辺うろうろして、目的は、実は、高島さんのお母さん。 花屋さんの宝塚の最後のさよなら公演、はい、これをね見に来たんですよ、はい、そしたらね待ち合わせた女の子が15分遅れたんです <laughs> そしたらね目の悪いスカウトマンがね「君俳優にならないか?」って言われた<っ>ちょっと迷いましたけどね<っ>でもあなたのお母さんのおかげで私は俳優になる決断をしました<わ>成りかわりましてありがとうございましたありがとうございました舞台は クリスマスイブを前にした24時間の話です。誰も戦争したい人はいません。自衛官、政府関係者の皆さん、ジャーナリストの皆さん、コンビニ店長も含めみんなそれぞれ各パートで平和を願ってます。この映画関係者見た方たちが結構な数の人たちがあの泣けたと。 とにかくあのいろんな場面で泣けて仕方がなかったと言われてなぜそんなにその見た方が泣けたんだろうってあの考えたんですできっとです、ね、あのこの映画に関わったキャストスタッフ、えー、協力してくださった自衛隊の皆さんそれから、まあ、登場人物架空の人物ですけどもあの全員がやはりその平和のために戦っていたっていうそこ に誰もぶれることがなかったということが、えー、この映画の一番泣けるところなんではないかなと思っています。では行きますそう